これら紹介した3つのキーワードを心がけていると絶対に上手くなることができます。皆さんこんにちは。今回はピアノが独学で上手くなる3つのキーワードをお伝えします。その3つとはこちらです。1、集中。2、洗い出し。3、直しです。まず集中についてです。ピアノを練習するときは集中し全精力を傾けて弾きましょう。例えば苦手な箇所を反復練習することってありますよね。そういった時も集中していないとその効果は半減してしまいます。続いて洗い出しについてです。常にご自身の演奏の問題点を洗い出しましょう。演奏していると弾いていることそのものに精一杯になりませんか？そういった時こそ録音してご自身の演奏を客観的に聴いてみてください。ご自身の理想とする演奏ときっとギャップあると思います。その差を比べてご自身の演奏の問題点を洗い出していきましょう。直しについてです。洗い出した問題点を直していきましょう。問題点を直すために大切なことは何だと思いますか？大切なのは直したいという気持ちももちろんですが、それよりもやり方が大切です。効果的なやり方さえ見つけることができれば必ず問題点を直し上手くなることができます。僕の動画で紹介しているさまざまなやり方が皆さんのお役に立てばとても嬉しいです。でももし僕のやり方で上達が頭打ちになったなと感じたらためらわず是非他のやり方を試してみてください。僕の他にも多くの素晴らしい音楽家たちが動画やブログで、また本や雑誌などでやり方を公開していますので、是非参考にしてみてください。これら紹介した3つのキーワードを心がけていると絶対に上手くなることができます。独学で学んでいて、もしこの3つのキーワードのうち洗い出し、そして直しというところに限界を感じたら、先生を探すいいタイミングと言えるかもしれません。僕が考える先生を選ぶ時の大切な点はこの3つです。皆さん、こんにちは。今回は独学ピアノに限界を感じた時の先生の選び方についてお話しします。この動画をご覧くださっている皆さんの中には独学でピアノを学んでいるという方もきっと多いのではないかと思います。ピアノは聴くだけでももちろん楽しいものですが、実際に自分自身で音を出すその喜びはかけがえのないものがありますよね。やればやるほどもっともっと楽しくなってくるのがピアノを弾くということだと思います。なので独学でピアノを弾かれてる、これは素晴らしいことだと思います。一方で独学で限界を感じるなというふうに思われたら、先生を探す良いタイミングだと思います。どうやって先生を選んだらよいのか、どのような先生を選んだらよいのか、僕が考える先生を選ぶ時の大切な点はこの3つです。1、一定の成果を上げている先生。2、教える技術がある先生。経験があるとなおよし。3、練習メニューを一緒に考えてくれる先生です。1、一定の成果を上げている先生についてです。教えることを生業としている自分自身を顧みるとですね、先生というものは自分ができること、もしくはそれまで教えていた生徒が達したレベルまでしか教えられないと思います。つまり皆さんが選ばれる先生が世界最高のピアニストである必要はないと思うんですが、その先生ご自身が演奏でもまた教育活動でもある一定の成果を上げられた方が良いのではないかと思います。2番目、教える技術がある先生。経験があるとなおよしについてです。名ピアニストと名教師がイコールでないことは明らかだと思います。きっとどの分野でもそうですよね。例えばプロ野球でも一流の選手が引退後必ず一流の監督になるかと言われたらそうではないと思います。またサッカーのマンチェスターユナイテッドの黄金期を作ったアレックス・ファーガソンという監督さんがいらっしゃるんですが、この方のように選手としては大成しなくても一流監督になられる方もいらっしゃいます。ピアノも同じだと思います。ピアニストとして素晴らしいというだけではなくて、教える技術というものがある方が良いと思います。これから教育活動を始められるという若いピアニストもいらっしゃると思うんですが、もちろんそういった方と一緒に学んでいくっていうことも素晴らしいと思いますけれども、欲を言えばすでに経験を持っている方というのが独学で学ばれる方にはより良いのではないかと感じます。3番目の練習メニューを一緒に考えてくれる先生についてです。上手くなるために最も大切なのはやり方、つまり練習メニューです。ピアノのレッスンは一般的に週に1回、もしかすると社会人で通ってらっしゃる方は月に1回という方もいらっしゃると思います。こう考えるとレッスン時間はかけがえのない大切なものですが、多くても週に1回、月に1回、1時間なわけですよね。そうするとご自宅やスタジオで練習する時間の方が圧倒的に長いと言えます。なのでその時間にどのような練習をしたらよいのか、具体的な練習メニューを一緒に考えてくださる方がいいと思います。僕も教えているのでこの3ついつも意識しています。独学でピアノを弾いていらっしゃる皆さんに良い出会いがあるととても嬉しいです。それでは